した旨味をパスタに吸わせてね。こんばんは。コンビニのお惣菜も晩ご飯でよく食べる下町のワイン番長、リスイソムリエの話です。僕一人暮らしなんですけど、基本的に夜帰ってくるのはもう10時とかね、夜遅いんですよ。一人暮らしなんでね、誰かといたらあれなんですけど、お皿とか洗うのもめんどくさいなとか、コンビニのお惣菜とかお弁当とかね、パスタとか買ってるのにさらに美味しくしたいな、ワインに合わせたいなと思ってるんで、なんかねえかなと思っていろいろ工夫してたんですけど、最近ねこのね調理法最高だなと思ったんでやってみたいんですけど、ガスコンロで鍋ってやると思うんですけど、ガスコンロにフライパンで作る料理、これ最高だなと思って。もうねやっぱね、一人暮らしで料理しない男の人なんかインスタントラーメンとかで食べるときも鍋のまま食ったりするじゃないですか。それと一緒、フライパンでそのまま熱々を食べるっていうね、これをね超手軽にできるんで、ぜひねこれちょっとワインにもめちゃくちゃ合わせられるような感じでちょっとやっていきたいと思うんで、今日はね椎茸と牡蠣、これはスーパーで買ってきました。であとは基本的には調味料、あの塩コショウとオリーブオイルだけしか使わないので、あとはセブンイレブンで買ったペペロンチーノ、これだけ、これだけで白ワインと合わせちゃいますんで、超手軽に料理もできないやつでもできると思うんで参考にしてみてください。いってきます。使う食材はこれだけです。まずはセブンで買ったペペロンチーノ、ソーセージですね。しいたけ、生しいたけちょっとでかめです。塩コショウ、ニンニク2かけ、牡蠣です。これで一人暮らしの男が超楽しめるワインにも合うメニューを作ります。ペペロンチーノがさらに美味しくなっちゃうよ。牡蠣はもう臭みを取るためにこれ片栗粉で洗います。ちょびっと入れて、はい、混ぜ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 、すると汚れをして、ちょっと量多いけど、まあこのぐらいちょっとニンニク感が欲しかったんで。で続いては椎茸ですね。でかいやつじゃなくてね、普通の超安いやつでも全然十分です。椎茸なんて。前菜に食べてくる。こんな感じですね。でもこれだけで下ごしらえ、あとバター、オリーブオイル、塩、コショウだけ卓上に用意していくが、超楽しめるフルコースができますので。でこんな感じなんですよ。もうね、鍋じゃなくてフライパン、もうこれとこれだけ、もう洗い物もいらないとね。でさっきこれだけ用意したんですけど、まずは前菜ですからね、これ。で最後はセブンのペペロンチーノで、一応オリーブオイルと塩コショウ、全然別に普通のオリーブオイルなんですけど、ペペチーニ、バター、これだけです。
これをもう適当に置いといて、フライパンのいいところって、あと換気とかなかなかないんで、ちょっとね窓とか軽く開けながらの方がいいと思うんですけど、例えばねこのしいたけとかを焼いて、そのね旨味とかが残ってるんですよね。でそれでさらに次やって、旨味もだん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 追加させていくっていうね、これはフライパン料理ならでは、鉄板料理、まあホットプレートとかでもいいと思うんですけど、こういう感じでやっていけば最高にワインと合いますんで、で一応多分白ワインに合いそうだなっていうので今日は用意したんですけども、いや赤ワインでも全然、キノコだったら全然合うし、それをお肉にしてもいいし、でワインを赤ワインにして、でパスタだったら例えばトマト系のパスタに変えたりとかね、今日はペペロンチーノですけど、でねほんと洗い物少なくね、一人暮らしなんで簡単にペペロンチーノがうまくなりますんで、っていった感じでちょっと温まってきてると思うんですけど、軽くオリーブオイルを入れるので、基本的にあんま次もずっと洗わないでこれやっていくんで、焦がさないようにね気をつけてもらった方がいいと思います。でまずはしいたけをね、で塩と、これでね今寒いじゃないですか、もう今2度ですよ、ちょっとこれはね、あったかいまま熱々で食うっていうのはねいいなと思って、ちょっとオリーブオイルが吸ってきますけどね、やっぱこの椎茸のね香りがね油にも染み渡りますしね、でさらにあったかいっていうね、焼けてきたんでこれをねこのままねいっちゃいますよ、これだけ。まあ少しはオリーブオイル感と塩コショウだけ、香りもね椎茸最高、うまい。このね熱々が食える感じ、これ絶対合うでしょ、合わないわけないでしょ、最高。マリアージュポイント92、もうこの熱々出来たて、これが最高なんですよ。椎茸の旨味を残しつつ次に行くっていうね、はい、じゃあ次行ってみます。椎茸の香りとかもここにすごい残ってるんで、さらにオリーブオイルを、追加して軽くね 1,2 個だけさらに香りをつけるために置いといて、牡蠣ねいっちゃいますぜ。これシャルドネって言ったら牡蠣でしょう。生でもいいですよ、これ加熱用の牡蠣、うまそうでしょうが、しいたけと牡蠣が両方ねうまい感じになってます。でここにちょっといい具合なんですけど、これにこれそのままちょっと入れて、これちょっとね、いいシャルドネなんだけど、全然普通のキルのシャルドネとかも全然いい。これで、うん。最高っしょ、これ。うん、はい、でもね、キル、こうやったらキル取ります。ほら、いっちゃいますよ。まずいわけないでしょ。
ています。マリアージュポイント95、めちゃくちゃうまい。見てください、この汁、旨味の結晶ですからね。牡蠣と椎茸、旨味吸ってくれてるんで、これをさらにうまくさせますね。で、今食べ終わったこれ見て、もうこれ旨味でしかないでしょ。これを使います。で、ちょっとね飛んじゃうかもしれないんだけど、追いオリーブオイルして、あらかじめ作っておいたニンニクね、入れてきます。軽く5分なんですけど、半分ぐらい温めておきます。500ワットで5分のところ2分だけ温めて、軽く生ぬるい半生状態なんですけど、ちゃっていいです。もう包丁使わない、ハサミだけ。具もね、やっぱいっぱい貼った方が美味しくなりますね。で、牡蠣とかもまだ余ってるし、牡蠣じゃなくてもね、鮭とかでも全然、お肉でもいいし。ここにソーセージが入ってるんですけど、このソーセージも細かく砕いて、入れちゃいます。はい、パスタ作る時とかあったら、パスタ茹で汁入れて乳化させるときあるんだけど、もうあらかじめこっち味付いてくれてますから、これね、入れちゃいます。あー、汁を入れつつ、はい、強火強火で、もう半分温まってるんで、もう箸で全面強火、これだけ。焼きそばみたいになってるけど、もうこれをね、ほら、見て、この感じ。これね、出た旨味をこのパスタに吸わせてね。はい、出来上がり。で、これで火を止めて、このまま食うと絶対うまくないですか、これ。はい、もともとペペロンチーノの味はしっかりついてて、その中で牡蠣の旨味とか、あのワインのね、ほんのり酸とか、椎茸の旨味がしっかり入ってます。で、牡蠣もね、これ具なんでもいいですよ、ほんと鮭でもなんでもいいし、お肉でもいいし。今日は白ワインなんでペペロンチーノにしてますけど、めちゃくちゃ美味しくなってます。オリーブオイルと塩コショウと、コンビニのねパスタと、ちょっとした具材があるだけでめちゃくちゃうまくなるんで、ぜひこれは一人暮らしの男にやってほしい野郎レシピ。ぜひペペロンチーノも倍にうまくなるし、ワインにも合うし、やってみてください。乾杯。でね、